週刊新潮に秋篠宮様と佳子様のことが書かれていました。なんか秋篠宮様の手話の一コマを切り取って逃げ恥の恋ダンスを思わせるようなシーンを撮っていました。まあ確かに逃げるは恥だが役に立つということで秋篠宮家は逃げまくっていますからね。同話者大会での手話ですが秋篠宮ご夫妻が参加して結局佳子様は出席されませんでした。自分の勤務先の一番のメインイベントでこの日のために毎年頑張っていると言ってもいいぐらいなのにそのイベントに不参加ですからね。このイベントに関わっていない社員なんていないのではないでしょうか。つまり佳子様だけ社員でこのイベントに参加されなかったわけですね。普通に会社で陰ながら大会を支えられたとかならそういう記事を出させますからね。そもそも佳子様が就職したのは昨年5月でコロナでいきなりリモート勤務から始まったわけです。普通の会社でいきなりリモート勤務から始まる社員なんて聞いたことがないですよね。しかも普通の職場ではなく全日本ろうあ連盟だからリモートでいきなり仕事内容を教えるとか一番難しいはずです。はっきり言って仕事もやってないだろうと思われても仕方がないですよね。まあ佳子様もよっぽど秋篠宮ご夫妻と一緒に公務をするのが嫌なんでしょうね。秋篠宮ご夫妻も5年ぶりということだから佳子様に譲ればよかったんですけどね。一緒に公務ができないから普通に佳子様に譲っていたら何も問題なかったのに佳子様は障害者のダンス大会の方に出席されましたからね。佳子様は紀子様とは前から仲が悪くて大学に入る時もダンスサークルに入ることを反対されたけども続けられたんですよね。だから恋愛も自由恋愛を貫かれるだろうということでさすがに小室圭クラスのやばい奴は探してもなかなかいないでしょうからね。ちなみに特集では皇宮警察のことも書かれていましたね。皇宮警察が内部崩壊ということで天皇皇后両陛下の警護の要なのですが、宮内庁以上にひどいようですね。愛子さまが学習院初等科の頃に遅刻したことがあって、その時にこのクソガキが、と言ったことがあるようです。さらに他の職員も愛子さまのことをクソガキと言っていたようです。ふざけた職員ですね。しかも一人ではないですからね。このクソガキといった人物が実質人事を担当しているから本当に天皇皇后両陛下をお守りしようとした人物が護衛につけないようです。護衛につけるのは3割か4割でほとんどの職員は警戒警備に回されるようです。定年まで警戒警備になる職員がほとんどのようですね。それでその愛子さまにこのクソガキといった職員は意にそぐわない職員を集中的に攻撃して辞めさせることに成功したら祝杯をあげるようです。しかもこの祝杯をあげた時にお酒のつまみにスルメを焼いていてそれで火災報知器が作動したようですが口封じをされていたようです。この事件は2年前の3月16日だったようです。ちなみにこの問題の職員はデイリー新潮でも池田芳也としっかり実名まで報道されています。ここまで実名で報道されています。幹部5人ほどが本部1階の刑務課の部屋でお酒を飲んでいたようです。当然本部庁舎内でお酒も禁止されているのですが、その日はお酒だけでなくスルメか何かのつまみを火で炙っていたら火災報知器が鳴ったようです。まあ皇宮警察 OB が内部告発したようですね。ちなみに本人に確認したらあなるほどと言って本部の広報官を通してご質問していただいてよろしいでしょうかと逃げたようです。そして皇宮警察本部にも取材したら事実関係の有無を含めてお答えを差し控えさせていただきたいということだったようですが、やっていなかったらなるほどなんて答えは返ってきませんよね。皇宮警察の OB も秋篠宮家に批判が起きて愛子天皇の望む国民が増えてきたことでこのタイミングで暴露したのかもしれませんね。それか最近退職した職員が内部告発で暴露したのかもしれませんね。この池田氏に嫌われた人物は幹部でもパワハラ疑惑とかをでっち上げられたり新人護衛官が不祥事を起こした時にその上司は知らなかったのに圧力をかけられて退職させられたようです。
この職員は愛子さまだけではなく秋子さまや陽子さまの悪口も言っていたようですね。税金泥棒とか記事にしても書けないような悪口を言っていたようです。しかも悪口を書いたメールを間違って陽子さま本人宛に送って本部長が平謝りしに行って左遷されましたが、その後護衛部に戻ってきたということで、皇宮警察の上の人間が降っているようですね。しかも他の護衛官の幹部もいろいろと悪口を言っていたみたいで、信子様の悪口も言っていたようです。絶対に口にしてはならない言葉ということで、どんな言葉を言ったんでしょうね。秋篠宮家の手先かと思ったのですが、秋篠宮家のことも悪口を言っていて、眞子さんは男を一人しか知らないと、夏季子様は車に乗って渋滞に巻き込まれると般若の顔ととか言っていたみたいです。まあ紀子様は車に乗ったら運転席を後ろから蹴り上げたりとか、そういう話もあるし、これはどっちもどっちという感じで両方悪いと思いますけどね。ちなみに紀子様が宮内庁が管轄している御料牧場に行った時は、野菜やフルーツをライトバン2台分ぐらい持って行ったようで、あれは略奪だよなぁとぼやいていたようです。まあこれはその通りなんですけどね。ちなみに眞子さんと佳子さまはそこでもずっとスマホばかりいじっていたようです。そして悠仁さまは用水路で虫ばかり見ていたようです。ちなみにこれまで皇宮警察では昨年4月に彬子さまの悪口を言って4人ほど辞めさせられたようです。一応情報漏洩という責任を取る形にはなっているようです。皇族や宮内庁の人も皇宮警察には不信感を抱いているようです。確かにこれを読む限り、秋篠宮さまが皇宮警察ではなく民間警察に警備を依頼したことがあったという話は少し理解できますね。秋篠宮家も大概ですが、皇宮警察もいらないですね。本当に民間警察の方がいいかもしれません。もう腐りっきった組織ですね。こういうことをメディアも報道してもらいたいですね。ちなみにメディアも腐っていますよね。なんかフジテレビの新番組で始まったポップアップに栗原奈緒さんが出ていたようですね。しかも元外務省勤務とか年商高級者10台分と紹介されていました。まあ外務省職員って書いたら嘘になるから外務省勤務って紹介ですね。あたかも外務省の職員だったかのように紹介されていましたね。フジテレビは以前にセブンルールでも栗原奈緒さんは紹介されていたので、あとつながっているんでしょうね。それに年収を高級車何台分とかならわかるけども、年商をごまかすって悪いことやっていますって自白しているようなもんですからね。自分ところの会社の年商を隠す社長はいないですからね。まあ高級車に例えたのも、こないだ秋篠宮ご夫妻が名古屋に置いていったアルファード10台分かってことが言いたかったのかもしれませんね。それだったら年商8000万円ぐらいになりますね。それにしても毎日すごいネタがどんどん出てきますね。名古屋まで会いに行って、くれぐれも皇室利用をしないようにとか話し合いに行ったのかと思ったら、早速テレビ出演ですからね。まあポップアップも紀子さまの親族だということにはわざと触れませんでしたね。知っているくせに、なんで紀子さまの親族という情報を隠すんですかね。秋篠宮家の親族はマイナスになるからと報道しなかったんですかね。まあポップアップも開始前に職員が自殺未遂して追い込んだチーフプロデューサーが初日から欠席したりして、結局は害されたりと、いろいろ問題が多いようですね。ちなみにニューヨークの方では小室圭が7月に3度目の司法試験ということで、誰も合格するとは思っていないし、本人が受からないことを一番理解していると思いますが、どうなるんでしょうね。次の司法試験に不合格なら、さすがに弁護士は諦めて国連職員や投資家とかの道を周りが探してこなければいけないということですが、どうなっているんでしょうね。勉強と仕事の両立は大変ということですが、そういう意味では小室圭の仕事は雑用で、コピーとか弁当の配達系とか郵便物の受け取り業務ですからね。しかも週3勤務ぐらいとか紹介されていましたよね。だから勉強の時間はたっぷりあるのでしょうが、頭が悪い人がいくら勉強しても司法試験は無理ですからね。
ちなみに勉強しているのかと思ったら、小室圭と眞子さんはしょっちゅう小室佳代さんとテレビ電話で連絡を取り合っているようですね。それだったらアメリカに行かなくても横浜のマンションで同居すればいいだけなんですけどね。小室佳代さんは非常にクレバーだから司法試験に2度落ち、苦難の道を進む小室圭に弁護士以外の道も助言しているかもしれないと紹介されていました。まあクレバーというか、いろんな悪さをする知識は身につけていそうですね。まあでももうじきどうなるのか結果が出ますね。帰ってくる気配がない記事も多いし、眞子さんのビザ取得にも注目ですね。もう皇室は秋篠宮家も問題だし、皇宮警察も問題だし、宮内庁も問題だし、問題だらけですね。ここに誰も国会議員が立ち上がらないのが不思議ですよね。まあ今回内部告発で皇宮警察の記事も出て、どんどんこういった情報を暴露してもらいたいですね。そして久保田京さんのような人がどんどん立候補してもらいたいですね。メディアも BTS の活動休止をどこの局もメインに報道しているぐらいだし、韓国に汚染されたメディアをぶっ潰すとかいう方向で添えても票が獲得できるかもしれませんね。天皇皇后両陛下の公務を報道せず、韓国の BTS のニュースをするメディアをぶっ潰すとかいうことも NHK とかで政見放送すれば結構票も取れると思うんですけどね。まあいろいろと問題が多いですが、とにかく不正はダメだし、悪いことに関与した人たちは裁かれなければいけないですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録していただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。